ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベイカーズチャンネルの内橋です。今日はですね、皆様、座学のお時間ですよ。今日皆さんと勉強するのはスキムミルクについて学んでいきたいと考えております。皆様はパンでスキムミルクを使われることはありますか？時々ね、レシピ本にね載ってたりすると思うんですけども、なんで使うのか、そのねスキムミルクの役割っていうのはあまりね深く考えたことがない方もね多いと思われるんです。ですので、この機会にですね、ぜひ学んでいただきたいと考えております。本日の動画は2部構成でお話を進めていきます。まず1つ目が、スキムミルクっていうのは一体何なのか。そして、スキムミルクを入れた時の役割ですよね。ここをですね、少し分かりやすく解説していきたいと思います。まず、スキムミルクは脱脂粉乳とも言われますし、乳製品のね、一つになります。これ以外にパンに入れる乳製品といえば、生クリーム、牛乳、あとバターっていうのがね、有名ですね。牛乳と何が違うかっていうところをお伝えさせていただきたいんですけども、牛乳からね脂肪分を抜いて、それを乾燥させたものがスキムミルクになります。ですので、乳脂肪分が完全にね牛乳から取らわれていて、しかも乾燥されていることによって水分を含んでませんよね。ですので、水分があることによって発生するカビ、そして腐ったりすることもないですし、乳脂肪というですね油分がですね完全に取らわれているので、脂肪分の酸化だったり劣化をですね心配する必要がありません。ですので、非常に長期間ですね保存することが可能なんですね。そして価格がですね牛乳よりも非常に安価になっております。そして2つ目のポイントが、スキムミルクを入れたらどうなるか、入れた場合のそのスキムミルクの役割についてねお話ししていきたいと思います。まず1つ目はですね、このスキムミルクは牛乳をね乾燥させたものとお伝えいたしました。ですので、添加するとパン生地にですね、ほのかなミルクの風味をですね、生地に与えます。そして2つ目がですね、乳製品には必ずね、含まれてるんですけども、乳製品の中には乳糖と言われるね、糖があるんです。本来、イーストだったり酵母っていうのは発酵するのにね、糖をエネルギー源として発酵活動を行ってるんですけど、乳糖はですね、イーストの発酵活動のエネルギーにはならないんですよ。ですので、そのままね生地の中に残ります。そのため焼成時にですね生地の中に乳糖っていうのは残っております。ですので、焼いた際に起こるメイラード反応だったりカラメル化、生地がね茶色く色づくことを言うんですけども、そのね変化をね助ける役割をします。こちら2点がスキムミルクの役割となっております。ですので、最後にねまとめさせていただきますと、牛乳よりも安価にミルクの風味を入れることができます。そして牛乳よりも日持ち、保存期間が長いっていうのが非常にメリットになりますね。そして3つ目がですね、この乳糖っていうものを生地に残すことによって生地のね焼き色をサポートする役割があります。この3つがですねスキムミルクの大きな特徴であり役割になっております。そして最後に、少しレベルの高い知識をお伝えさせていただきたいんですけれども、牛乳 100% で仕込んだ生地と水とスキムミルクを入れて混ぜて仕込んだ生地の違いっていうのは、やはり牛乳で仕込む生地っていうのは生地自体が締まりやすいです。そしてしっとりまろやかな味、そしてコクがあります。ですが、スキムミルクと水をブレンドして仕込んだ生地はですね、スキムミルク自体に乳脂肪分がないので、あっさりとした風味、そして牛乳の風味がプラスされます。ですので、非常にこう食べやすい、癖のない、くどくないパンを作ることができます。ですが、両方とも共にですね牛乳の香りが香ります。それがね面白いですよね。牛乳 100% で作るパンと脱脂粉乳を使ったパン、同じ牛乳がベースの生地にはなってるんですけれども、それぞれ加工前と加工後のですね牛乳を使ったパンであれば、全然ね別の食感のパンができるんです。これがね非常に面白いところです。ぜひね皆様も機会がありましたら作ってみて食べ比べてください。全然違います。本当に面白いですよ。ということで、本日はスキムミルクの勉強をいたしました。今回お話しさせていただいた内容はお分かりいただけましたでしょうか？あまりですね、スキムミルクどういう風に使ったりとか、なんで使うのかっていうのはね、わからない方も多いと思われるんですけど、この機会にですね、知っていただけますと本当にありがたいなと思いますし、この動画をね、上げさせていただいた本当に意味があったなと思いますので、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。これからもですね、どんどんこの製パンの知識をね、学んで自家製パンに取り入れて美味しいパンを作っていきましょうね。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。皆様お体ご自愛くださいね。じゃあね、またお会いいたしましょう。座学お疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。